福田美術館は京都府京都市右京区にある施設美術館。2019年10月1日オープン。2019年10月1日京都市右京区の嵐山に開館。開館にあたってのコンセプトは100年続く美術館であり、たとえ美術に詳しくない方が見ても感動を与えられるような作品を中心に集められた。コレクションは京都の実業家。 福田義孝が美術館を設立する目的で約20年にわたって収集した日本絵画を中心とした作品約1500点であり、江戸時代の林派や演山、史上派や近代の京都画壇の作品を多く所蔵している。主な所蔵品には、田原屋宗達、丸山王居、与三村、伊藤若忠、葛飾北斎、横山大観、竹内聖邦、上村松園、 早見魚ぎ竹久夢二などの作家のものが挙げられる。建築設計は、東京工業大学教授の安田光一が担当しており、美術館のデザインコンセプトは、京町屋の要素を取り入れた和モダンで、展示室は蔵をイメージして設計された。大井川に面して設けられており、施設内のカフェ、バント、エスプレッソと福田美術館からは、渡月橋と嵐山が一望できる。 近隣の佐賀嵐山文化館とは企画展の共同開催や日韓共通券の販売を行っている。ありがとうございます。